ベルセルク無双断罪編の続きをやっていきます。今回はクシャーンの石膏が出てくる話のようです。さて、追っ始めるか。どう？昨晩親方が剣を打ち直してくれたんだ。それからこれ、俺が考えた火薬を使った新しい武器。こりゃいいぜ。この辺りで聖地って呼ばれてる場所に心当たりねえか？それもなんつうか、羊飼いとかが大勢集まってるような。そういえばここから街道を3日ほど行くと聖アルビオン寺院っていう古い修道院があるよ。なぜだか知らないけど断罪の塔とかって呼ばれてる。もしかしてそれのことかな。今は難民で溢れてて、聞いた話だと邪教徒が紛れてたらしく、近々法王朝から異端審問官が派遣されるらしいよ。いわゆる魔女裁判ってやつだね。俺はキャスカがそこにいる可能性は低いと思うよ。遠いし根拠もないし。根拠はあるさ、根拠はある。藁をもつかむってやつだが、今は信じるしかねえ。わかんないけど、いろいろあったんだな。こいつにこんな顔させるキャスカってどんな人なんだろう。じゃあ行くぜ。ガッツ、キャスカのことを頼んだよ。そして必ずここに戻ってきて。ではここのベヘリットの条件見ていきましょう。制限時間内に山を登りきる。石泥が出てくるということですね。体力が一定以上で盗賊隊長をすべて撃破すると。あとはバーキラカをすべて撃破すると。石泥も終盤まで出てくるキャラクターですので、どのような感じになっているのか楽しみです。今夜も出ましか。ここは炸裂弾使えるようになったので、前方の敵のガードを弾いたり、耐久値の高い強豪敵をのっけぞらせることができると。大砲よりも使い勝手が良いようなこと書いてありますね。これは再使用までにあまり時間がかからないそうですので、こっちを積極的に使っていきましょう。まあ、大砲と交互に使うのも良いのかも。とはいえこの操作が直感的にできないので、なかなか使い勝手良くはないんですよね。アイテムの切り替えがめんどくさい。左右で切り替えるというのがどうしてもね、その見てから目線を移さないといけなくなるので、この辺りが厄介ですわ。よしと。山を目指す。矢印の方向。聖地アルビオン、断罪の塔か。これ歩くだけで特に敵に絡まれることもないので。必ず。さて到着です。到着したと思ったら一つ手前でまた戻されたのか。炸裂弾、あんまり減らないか。ここも数倒せば良いだけですので問題なくあっさりと終わるかなと。でまた次
強い敵が来ると。ああ寄ってきてから必殺使おうと思いましたが、もう狂乱ゲージがなくなってしまった。先に周りの弱いの倒してから狂乱ゲージ貯めて必殺の一気に使っていくと。全部いけるか。いやー一体だけか。相変わらずこの木の敵は強い。なんとかもう一回溜まって、これで2体撃破。やった朝だよ。村で一息つけるかな。なんだろう、悪そうなのがゾロゾロと。あの盗賊隊長も確か倒す対象だったような気がします。ここは馬を呼んでと。このガキてめえ、まずいよ子供が。石泥がいますね。おめえ何者だ。あのガキの仲間か。道路一人で頑張っているが、まあ、ここはとっとと倒してしまいましょう。デコスケ、お前食い物持ってるな。俺はそれでいいぞ、気を使わなくても。お前エルフなのか。どうだろうか、皆さん的に石泥の声は。あのバカでっけえのは剣なのか。強すぎる。さて、明らかな舞台が出てきたので倒していきましょう。やべえ、クシャンの奴らだ。囲まれてる。ほれ、ガキンチョはこっち、じっとしてて。何言ってんだよおめえ、わかんねえのかこの状況が。ぶっ殺されっぞ。何なんだおめえら。めちゃくちゃ急いでんだ。うわー、でも結構石泥の声も微妙だな。なんか全体的に声優があまり声合ってないのが多いかなという気がするけど、皆さん的にはどうですかね。私だけの評価なのか、それとも他の人も同じような考え持ってるのか、気になるところではあります。さて一気にやってしまいましょう。やっぱり大砲の方がなんか使い勝手がいいかなと。まずはこいつらを倒して、これで倒し終えたのかな。特にそういうことでもないのか。先は全部倒さないとダメなのかな。ここら辺も含めて倒せば OK。オッケーだね。しゅげー。くだらねえことで時間食ったぜ。え、ちょ、待てよ。お前一体。オウナ、もうよい。今我らのすべきことはただ一つ、神託の地を探ることのみ。以前は単なる雑魚みたいな扱いのシラットでしたが、この辺りから徐々に存在感増していくような感じですね。さて、アイテムもいろいろ手に入れました。見つけた。
あいつ昨日の昼から丸一日半走り通しやがったんだ。運よく難民の馬車に便乗できなかったら見失ってたぜ。お主、剣士か。俺はパック。人に名を尋ねるときはまず自分から名乗るがよい。石泥。お前、昨日から俺をつけ回してるみてえだが、俺に何か用か？弟子入り志願か？それならきちっとマネージャーであるところのこの俺を通してもらわないと。なんじゃねえ！俺は人の下につく気はねえ。剣、持ってんだな。剣士になりてえのか、お前。人は斬ったことあんのか？なめんなよ。人の一人や二人。ま、どうでもいいけどな。あまり俺の周りをうろちょろしない方がいいぜ。俺がどうしようが俺の勝手だ。とやかく言われる試合はねえぜ。ま、そうなんだけどな。おい待ってくれよ。ではイベント見ていきましょう。今回は3つありますね。まずはファルネーゼの回想、3番目。異教徒に対し厳罰を下すことに疑問を感じていたことがある。ひたすらに恐怖を振りまき人心を疲弊させていると。人にとって何が救い足りえるかは分かりません。おそらくこれこそ神の御手の中なのでしょう。神、ただ神のみのために我々は行うのです。神に問うてはなりません。人として心と肉に血を流そうとも、ただひたむきに神のためにやり続ける、それが信仰というものです。断片的にこのようにファルネーゼの回想があっても、なかなか原作見てないと分かりにくいのかなという気はします。では次、エルフ次元流講座。小僧、剣士目指してるのか？ならエルフ次元流7段の俺が剣を教えてやる。なんだそりゃ。腰を入れて初立ちに全てをかけて気合とともに繰り出す。これぞ無名サック試験。次は悪霊の恨みと。なあ、この化け物たちは何なんだ？たたられるようなことした覚えあんまないけど。別にこいつらお前や俺に恨みがあるわけじゃねえ。死んでバカになっちまってるから見境がなくなってるだけさ。ではもう一つ、街道の方やっていきましょう。さて、追っ始めるか。容器につられて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか、面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ？以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒、使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て。そらどういうこった？まさか、まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、
この宇宙に肉を持ちて存在することはできん。どこにも犬とも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。職が申されようとしていた。ではこのシナリオの条件は、悪霊を戦隊撃破と朝まで生き残ると。多分普通にプレイしていれば達成できるのでしょう。おっと、ムクロの騎士もいる。一つ尋ねる。お前と共にいたあの娘は今どこにある。もしやお前のもとなし聖地にいるのではなかろうな。何、どうしてあんたがそれを知ってんだよ。神の力が宇宙に降りる。その念の力場を祭りと呼び、そして祭りとは本来信じ、神の領域の事象をなぞるものなのだ。決められた聖地に導き出し、羊たちの夢、彼らが求めしは光の高なるもの。そしてお前とあの娘はそのただ中に身を投じることになる。まるで蚊の時をなぞるがごとく、職が押されようとしている。あれがまた起こるってのか。あれが、もう一度。残念だが、この祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。宇津代とは水面に移りし月影のごときもの。月影を消すことはかなわぬ。月がすでに天にある以上、月影もまた水面にあり続ける。そしてあれはすでにあったことなのだ。これより起こるは影。視線太陽に照らされし、かの地より遠く地上に差したる影に過ぎぬ。要するにあの時と同じ結果になるって言いてえのかよ。我らがこうして計らずもここにいることが何よりの証し。すでに我らは因果の流れの中だ。忘れてるぜ。俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、よかくものってのよ。その因果ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。あんたもそうだったよな。キャスカもきっちり生き残ってるぜ。あの時は確かにあんたの力を借りた。だが今度は俺が自力であいつを救い出す。そして
会話が長くて口を挟む隙がない。多分倒せばまた会話するのかな。これはそういうわけじゃないか。お前に刻まれし楽園、それが思わぬ助けとなるやもしれぬ。お前は今狭間の世界にある。狭間とは宇宙と拓遊の境界線、ほんの半歩ほどだが、お前は世界の断りの外に身を置いているのだ。存外お前は水面に映りし影ではなく、水面を波立てる魚やもしれぬ。あとはこの2体倒せば終わりと。今1体倒したところなので、もう1体この悪霊倒せば終わりかな。一つだけ忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にて、また黒のおじちゃんか。あのね。ああ、やっぱいいや。気のせいかな、あのおじちゃんなんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う、それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は。ということで、無事このシナリオもクリアと。まあ、4分ほど話を聞きながらボタンを押しているような状況でしたね。さて、アイテムはあまり手に入らなかったと。おお、見えてきたぞ。あれが断罪の塔ってやつかな。全員捕らえろ。邪教とどもを逃がすな。告発があったのだ。貴様らを査問にかける。ああ、カツ、あれ邪教と狩りか。それにあいつら見覚えあんな。ここでまたセルピコとファルネーゼと出会うのでしょう。ではまたファルネーゼの回想を見ていきましょう。部下たちが進んで家計を行う私を気味悪がっていたことは知っている。放て！よくもまあハキハキと火をくべられるもんだな。団長殿は幼少の頃から進んで家計場で火を放ってたそうだぞ。炎を見つめていると思い出す。ゴーゴーという音が恐ろしくて扉を開けた。家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ、肉の焼ける匂い、歓声とも罵倒ともつかぬ人々の叫び。ふと誰かが松明を私に渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。わかった、私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は知った、夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を。彼らを率いて彼らの一部となって踊ればよいのだ。炎に当たられたのか、私は下腹部に不思議な熱を感じていた。
すみません、ファルネーゼ様。体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。私は間違っていない。では次はセルピコの回想一つ目です。すみません、ファルネーゼ様。体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。火は苦手だ。3年前自分の母が目の前で家計に処された。そんなことはありえません。製鉄騎士団団員の身内に邪教徒がいるなど。いや、しかし確かに今母と。お前が火を放て。ファル、証明してみせろ。お前の母ではないと。もう一度誓え。お前の主はこの私だ。私だけだ。今までもこれからもずっと。私たちは何を埋め隠し、何を焼き払い、何から解き放たれ、何に縛られたのだろう。セルピコはセルピコでいろいろなものを持っているの で、そういったものを一つ一つ読み解いていこうとすると、ほんとベルセルク難しい漫画だなと思ったりするんですが、特にまとめて読まないと以前の話とかは覚えてなかったりするので、なので単行本一気読みがおすすめかなと思います。次は泥棒というトークイベント。なんでガッツの後つけ回すんだ。ガッツに弟子入りするのか。違うって。人に頭を下げるぐらいだったらな、こそこそ後つけ回してでも技を盗むのが男ってもんだら。泥棒だな。もしかして石を投げる泥棒だから石泥。言うと思ったぜ。ということで、また次回再会をやっていきたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。